怪獣8号最終回。カフカが処分されなくてよかったね。作画も頑張ってて、かっこいい戦闘シーンが多かったですね。でもまあ最初の敵を倒し損ねたところとか、展開が読めてどこか既視感があるところとか、そういうところが個人的には気になりましたね。2期も決定したので、続きがどうなるのか楽しみです。以上、怪獣8号のお話でした。